スタミナが、つく、俺、つける方法の動画ありましたよね。ああ、前回のライブストリームから見たやつ。いや、あなたのビデオ、そのビデオ良かったんですけども、コメントで、やっぱり格闘技は、なんて言うんだろう、3分3ラウンドっていうか、短時間。はい、はい。短い時間なので、その10キロ走るよりも、800メートルダッシュを3回やった方が、格闘技系のスタミナがつくっていうコメントが入ってたんですけども、that's like, 僕たちが言ってたこと、全く逆のことを言ってくれたんだけど、HITT vs. Low Intensity Steady State になりますね。Okay. For stamina. また同じことを繰り返すんですけれども、両方ともやった方がいいと思います。そうですね。体に与えるストレスが違ければ、違うように体を対応していきますので。うん。例えば、HITT vs. LISS、Low Intensity Steady State って言うんですけど、Low Intensity Steady State は10キロそのままコツコツやっていく。はい。長い時間。はい。で、HITT は早い時間なんですけれども、はい、激しいトレーニングなんです。で、例えばとして、一つの変わり方は、はい、心臓です。で、心臓は筋肉なので、実際に大きくなったり、強くなったりするんですよね。血がこう入ってきて、はい、そこで酸素をまた血に入れて、うん、その酸素が入った血をまた流しますよね。はい、so there's the 右側は、使った古い血が入ってきて、はい、左側は新しい血を出すので。はい。そう、一つ変わっていくのは、この左側ですね。左側に、血が入ってきます。ん？右側。Sorry、右側が左側に入れますよね。そう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 。そう、左側の方をちょっと見ていきます。血が入ってきて、どんどん溜まっていって、それからドンっていったら血が流れますよね。ポンプですね。The heartbeat。はい。それが。Heartbeat。ドックンですね。それがドックンです。それがドックンです。血を、ブンって流してるんですね。そうです。うん、で、low intensity steady state にが、じゃ、長い距離を走ってる。そう、この場合では、この場合では、10キロ走る。10キロ走る。ゆっくり走る。走るうん、そういうトレーニングをすると、この、心臓のポンプが大きくなるんです。ストレッチするので、実際に筋肉なので、血がいっぱい溜まっていくと、その、そこがストレッチして大きくなるんです。そう、筋肉が大きくなっていくみたい。その、そう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 、はいはい、ストレッチっていう感じです。本当にストレッチっていうです。はい、で、あまりにも運動が激しいと、その、ドンが早いですよね。はい。それはストレッチする時間がない。なるほど。でも、その代わり、筋肉もっと分厚くなるんです。はい。はい。そう、ポンプ、ドンがもっとパワフル。強くなる。強くなる。そう、血が早くもう、はい、出さないといけないので。そう、ポンプが、ポンプ、心臓、ポンプが激しくなる。うん。は、HITT。HITT、強くなる。強い打ち込み、サンドバッグ打ち込み、ミッド打ち、坂道ダッシュ。それはそのポンプの強さを鍛えてくれる。うん。で、ポンプにどれくらい血が入るの？うん。そのキャパをどんどん広くしたければ、ジョギング10キロ。いや、それ、ストロークボリュームって言いますけれども、うん、それは、ワンビート、一つのドンでどれくらい血を、はい、が出せるか。はい。それを、よくするのは、はい、ローインテンシティなんです。はい。で、ハイインテンシティは、まあ、先ほど言った通り、もっとポンプを強くしてくれる。そうですね。So, プレッシャーとキャパシティですね。So, 僕たちベストはどっちですか？ベストはどっちですかって言うと、両方とも必要。Yes. で、前回の、ライブストリームで多分皆さんもうやってるのは HITT です。もうやってますよ。ミッド打ち、サンドバッグ、うん、普通それ全部もう HITT もそのポンプのプレッシャーの筋肉をどん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 鍛えてて皆さんもうやってる方なので、付け加えて、こっちのね、ゆっくりな方。そう。ね、サンドバッグ30分ゆっくり打つとか、うん、そういうジョギング10キロ走るとか、そういうのを入れたら、さらにね、もっとスタミナが強くなる。よくなると思いますよ。と思います。っていう感じの動画だったんですけれども。Yeah. やっぱり、一つの答えはないので、全部やった方がいいですね。両方ともやった方がいいです。あとはそのバランスの調整は、まあ人それぞれっていうことなのかな。
そうですね、うん。あの、自分の弱いところ、スタイル、ファイトスタイルにもよりします。ああ、ファイトスタイルですね。そうですね。うん。まあ、そうだね。あの、回復時間、例えば、あの、インターバル1分ですよね。はい。その回復時間、もっと早く回復させる方は、やっぱりその、ストロークボリュームだよね。ああ。そっちのが大きいほど早く回復できる。はい、はい。だからキャパの方ですね。キャパシティ。キャパシティ。俺の曲だ。俺はここさ。運命大体頑張ってる呼吸や。ビット必ず勝てるタイミング。人知らないみん。気合と万歳ハイに決めて起きてる。I need you。脳みそ上がるために。やっぱちょっと一緒に。